コンバージョン上がるくんシーボット紹介の続編です。前回に引き続きゲストのメディアリンク松本社長とコンバージョン上がるくんの商品担当の、三浦課長代理にお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速お話伺っていきたいと思いますが、シーボットについて実際にお客様からどのようなご相談をいただくことが多いですか？お客様からせっかくお問い合わせが来てもすぐにこう返せないということで、お客様のこう熱というか気持ちがこう冷めてしまって、なかなかその後のサポートといったものにもこうつながらないというような、まあ、相談をいただいてますね。まあ、そこで活躍するのがチャットボット、シーボットかなと思うんですけど、具体的にはどういうふうに解説できるんでしょうか？もしその問い合わせを問い合わせフォームから入れていてですね、人が返ってくるって形だと、まあ、先ほどみたいななかなか返事が返ってこないよってことがあると思うんで、チャットボットの場合ってもうロボットなので質問したらその場で返ってくるので、まあ、お待たせしないっていうのが一つなんですね。でそれ以外にもじゃそもそも聞きたいこと知りたいことがどこに書いてあるかってお客さんでウェブページ上で探すじゃないですか。でもなかなか見つからないってこともあって、チャットボットの場合ってページのどこにでもいるので聞きたいことどこでも聞けるんですよね。そうするとその場で回答してくれるとか、という形なので、お待たせすることもないですし、自分で探す必要もないというところが一番。お客様のこうストレスを軽減というか、そうですね。はい。そういうイメージです。ありがとうございます。皆さん、他にはどのような質問が、相談がありますか？そうですね。一番多いのが、ホームページからのこの問い合わせというか、コンバージョンですね。これがこうなかなか増えない。せっかくホームページにこう広告費とかをこうかけていて、閲覧している方は多いんだけれども、そういった方々からの、結局コンバージョンへのつながりが弱い、ここどうしたらいいですかっていうご相談は、結構いただきます。仕事ではどういうふうに解決できるんでしょうか？まずですね、問い合わせをしたいと思ったタイミングでどのページにもこう問い合わせフォームがいるっていうのが一つですね。わざわざ問い合わせフォームに飛ばなくていいということです。従来のこうフォームですと会社名、氏名みたいなこう一個一個入力欄が分かれていて、普通に面倒くさくないです、あれかなり面倒くさいですよね。で、我々みたいに企業で働いている人間だとメールの署名みたいなものってあるじゃないですか。チャットボットだとこれベコッと貼り付けちゃうだけで、自動的にシーボットがこれ会社名、これ氏名っていう風に AI が分割して認識してくれるんですよ。我々問い合わせる側からするともう署名ベコッと貼り付けるだけでいいんで楽ですし、普通にその企業でお勤めじゃない方ってメールの署名とかお持ちじゃないと思うんですけども、こう入力フォームにいちいち書いていくのではなくて、普段から使い慣れた LINE みたいな、もや一問一答のやり取りですよね。会話をしている感覚でこう問い合わせが完了するっていうところで、こうシーボットを入れることで大幅にシーブ率が改善するっていう効果が寄せられるっていうのがすごいいいですね。そうですね。皆さん他にはどのようなご相談がありますか？チャットボットって聞くとですね、どうしてもこう導入に関してコストが、かかってしまうんじゃないかというイメージ、そういったご意見を、いただいているんですけれども、今回 そのコンバージョン上がるくんのシーボットに関しては、業界初で月額ですとか、あと初期費用、こういったものすべて無料でご提案させていただいてまして、完全成果報酬型、リスクゼロで、導入していただけるというところが、まず本当にもう業界初のこれが試みなので一番のメリットになってますね。あとは初期費用も月額もかからないのに、設計ですとか設定、そういったところもこう弊社でサポートさせていただいてますので、気軽に、お問い合わせいただけるのかなと、思ってます。それは安心ですね、ありがとうございます。では最後に松本社長からも一言よろしいですか？今回チャットボット提供させていただくことになってですね、我々としてはシステム開発会社で、我々自身も製品として売ってるので、今回きちんとお金いただいて御社に卸してるんですよ。でまさか今回それを初期費用も月額も無料で売るっていうのは僕夢にも思ってなくてですねなのでぜひご覧の方々で、こうウェブサイトの自社のウェブソーサーのサイトの効果をこう最大化したいんだと思ってらっしゃる方は、もうまずないんで、初期費用も無料、月額無料、サポートもやりますとぜひシーボット使ってあげてください。ありがたいお問い合わせ、ありがとうございます、それでは、松本社長、平岡長代理、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは YG セッションでまたお会いしましょう。ここまで動画をご覧いただきありがとうございます。詳しいことは概要欄に書いてありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。今後もワイズチャンネルにて様々な動画を公開してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。